アダツガンリアはセルビアの首都ベオグラードにあるサバ川に浮かぶ中州であり人工的にサバガーウガンと接続されて半島となっている。島は単にアダと通称され、またアダツガンリアの名は単にその中州のみではなく人工的にサバ川から切り離されて湖となったサバ湖や湖岸のビーチを含めて使われることも多い。 かつては一般の人々は近寄れない四方を川に囲まれたぬかるんだ土地であり公的な処刑の場となっていたが島が貸しと接続されてビーチやスポーツ施設などの開発が進むとレクリエーションの場として人気が高まり夏には毎日10万人以上週末には最大で30万人が訪れるようになったその人気の高まりにより市民からはベオグラード会と呼ばれ 2008年には公式に、アダチガンリアの広告スローガンとして、モア・ベイングラダが扱われた。サバ川に浮かぶ、アダチガンリアは、チュカリツァクとノビベオグラード区の間に位置している。サバ川は写真手前から奥に向かって流れており、写真奥には、ベオグラード都心にあたるスタリグラードと、サバ川、ドナウ川合流地点がある。アダチガンリアは、 ドナウ川へと注ぎ込んでいるサバ川川口から4キロメートル上流にあり、川の南岸に接している。島は、行政上、全域がベオグラード市、チュカリ区に属している。上流側にある島の西端とその近く、東端近くの合計3カ所でサバ川湾と陸続きになっており、東側の接続地点から下流側に突き出した半島上の地形と、下岸との間の水域は、 チュカリツァ湾と呼ばれる。東側の接続地点は、チュカリツァ区の戦略地区に隣接しており、島の中央部及び西部はそれぞれチュカリツァ地区、マキシュ地区とサバ湖を挟んで接している。サバ川の主流を挟んだ対岸は、ノビビオグラードクのブロコビ及びサブスキナシップ地区、そして、アダツェガンリアと同様に人工的に陸続きとなったマラツェガンリアがある。 アダツガンリアとノビベオグラードとの間には、四方を完全に川に囲まれた中須島、アダ、メジツァがある。かつては完全な島であったアダツガンリアは、現在は、カシ取り区で結ばれて、半島となっており、東西の長さは6キロメートル、南北の幅は700メートルであり、その面積は2.7平方キロメートルである。アダツガンリアよびアダメジツァの全域、ノビベオグラード区の一部と、 牧主地区の一部、並びにその間にある水域、合わせて8平方キロメートルに及ぶ領域は、環境保全地区に指定されている。サバ湖はかつては、サバ川の分流であったが、東西2カ所の堤防によって締め切られてサバ川から分離され、湖となった。東側の堤防より、下流側は、サバ川とつながっており、この水域は、チュカリツワンと呼ばれる。 アダチガンリアの島内にも小さな池があり、アダサファリと呼ばれる。アダチガンリアの微気候は、その立地によって形作られている。水域に囲まれており、濃密に植物が茂り、市街地よりも湿度が高くなっており、そのため島は、ベオグラードの気温上昇を抑える働きをしている。アダチガンリアには独特の生態系が形作られ、都市部におけるオアシスとなっている。 島の大部分は森林に覆われており、多く、ニレカバノキ、ヤナギなどの落葉樹が生い茂る。20世紀中頃には、アダチガンリアにさらにポプラ、ビロードトネリコなどを植樹する計画があった。アダでは濃厚な森林によって、都会の喧騒はかき消され、人里は慣れた森を思わせる。島の全域が、環境保全地区に指定されている。島の中部、西部及び北部には、 人の手のほとんど入っていない自然の森があり、このような環境は都市部の中津島としては珍しい。動物症については、多様な両生類や昆虫類に加え、哺乳類までもが生息している。キツネ、ノウサギ、ノロジカ、イノシシの生息が知られている。しかし、島の動物症が危険にさらされているとの指摘もあり、2006年には、 新たに60羽のウサギと100羽のキジが島に放たれた。鳥類も多く生息しており、ケリの仲間や、マガモ、ウズラ類、キジなどに加え、貴重な渡り鳥も多く訪れている。3000羽を超える小人がこの地で越冬しており、これはヨーロッパで越冬する小人の5%に相当する。アダチガンリアの東部、東側の堤防の近くには、島で唯一の人の居住地があり、 この地区は近くにあるパルチザンベオグラード競争クラブに、ちなんでパルティザンと呼ばれる。市の政府はこの地区の1000人ほどの住民を他地区に移動させる計画であるが、住民は反対している。2006年ヨーロッパ洪水の際、サバ川の水面は史上最高の723センチメートルに達し、この地区の土地より8メートル近く高くなった。 市政府は住民に対して島外への移動を勧告し、堤防は崩壊の危機に瀕した。その後堤防は大幅に強化され、高さを増したが、なおも住民は島外への移住を拒否し、市政府が災害を利用して計画を進めようとしていると主張している。砂箱は、1967年に砂場川の右分流の両端をせき止め、本流から切り離して形成された人造湖であり、 交互的には、島とともにひとまとめにあだ、あるいは、あだつえがンリアと呼ばれる。湖は、長さが4 2トル幅が2 0 0ルほどあり、水深は4ルから6ルほどである。水域の面積は0.8平方キロメートル水面の高さは、海抜7 8ルであり、ベオグラードで最も低い土地の一つである。湖の両岸7トルにわたって、 砂利の浜が形成された。夏季の水温は摂氏24度程度となる。湖を砂川側から隔てる両端の堤防は、導水管イヤーポンプによって水が通れるようになっている。湖は生端近くの堤防によって、さらに東西二つに分けられているが、この堤防も同様に水を通すようになっている。この堤防の西側の小さな湖は、タロジュニクと呼ばれており、 サバ川から流れ込む水を浄化する働きをしている。沈殿、露過によって浄化された水は、ポンプによって、サバ湖の主部である東側の湖に流れ込むほか、ベオグラードの水道局にも供給され、市の水源を担っている。また、サバ湖の東端では、湖から、カルーーのチュカリツァ湾へと、電動式のポンプで排水されている。これによって、 湖の水は上流から下流へと流れる仕組みとなっている。湖の水はベオグラードの水道システムへも供給されているため、湖の保全は市民生活にとって不可欠なものとして厳しく保護されている。固定には藻が生やしてあり、リンや窒素、汚泥を除去する働きをしている。モーターボートの使用も厳重に禁じられており、浜への犬の立ち入りも規制されている。 湖の中の生態系は、主に人工的に放流された魚類によって形作られている。湖に住む代表的な魚は、白蓮、草魚などであるが、大きなナマズが見つかることもあり、市民らを驚かせたため、これらが安全であるとの声明が発表された。2008年には淡水に住むマミズクラゲが見つかり、関心の的となっている。マミズクラゲは小さくて、 透明な毒の弱いクラゲであり、ポリップとして成長した後にクラゲへと姿を変える。死はこの小さなクラゲは無害であり、20年以上にわたって湖に住んでいるとした。アダサファリは不規則な形をした小さな池であり、アダツィガンリアの東端近くにある。主に釣りの場所として利用されている。この池は島全体が森林化する前の d ネイチの最後の痕跡であり、 1994年に池となる前は水草などに覆われた沼地であった。池となったアダサハリには釣りを楽しむために魚類が放流された。池の周りには釣り人のために300の座席が設けられ、アダツガンリアで唯一釣りが許可されている。池には鯉、船、草魚や天地が生息している。池の隣には小さな動物園が設けられ、 カモは白鳥などの水鳥や、クジャク、ピグミリアギなどがいる。アダチガンリアの、アダとは、セルビア語で川の中洲を意味する語である。これはもともとトルコ語で島を表す語であったが、セルビア語では島を表す語として、オストローボがあり、アダといえば、川の中洲のみを指し示す語である。川の中洲でも、オストローボと呼ばれるものもあるが、逆に海に囲まれた島が、 まだと呼ばれることはない。一方、ツガンリアついては、同米の小さなリンゴの品種名か、あるいはかつてこの地に住んでいたロマを表すセルビア語、ツガニに由来すると考えられている。この校舎の説はより信憑性が高いものと見られ、18世紀後半のオーストリアとイタリアの地図にはそれぞれ、ツゴイネルインする、イソラデ、リジンガリと記され、どちらもジプシーの島を意味している。 近代以降、この故障を改める要求がたびたび持ち上がり、例えば、島は1946年まで、セルビア人のあだと呼ばれていたとの主張がなされたり、島の名前が古いケルト語の単語、シンガとリアに由来するとする説が唱えられたりした。この説は一部の人々から無批判的に、一つの可能性として受け入れられたが、実際には、ケルト語で島を意味する語は、イニスであり、 この語は現代アイルランド語にも残っているほか、スコットランド語ではイネス、ウェールズ語ではイネスとなっている。第一次世界大戦中のセルビア軍アダツガンリアは1821年にセルビア港ミロシオブレノビッチによって公有財産としての保護が宣言された。1941年までこの地には刑務所が置かれていた。この当時アダツガンリアは 市民の憩いの場ではなく、砂利の浜は、島の東端のあたりの対岸にある、セニャク地区のゴスポダルスカメ花周辺にあるのみであった。しかし、この当時の著名なセルビアの作家、ブラニスラブヌシッチはこの地を、バダニー・スベットと呼び、その美しさを表現した。1946年7月17日の夜、共産主義体制となった、新しいユーゴスラビア連邦の政権は、 第二次世界大戦中の敵対勢力の政治家や軍事指導者らをナチズムの協力者として求断し処刑した。処刑された中にはチェトニックの指導者、ドラジャミハイロビッチやコスタムシツキ、セルビア旧国政府の閣僚であった、タナシーエタサリニッチ、ジュラドキッチ、ベリボルヨニッチなどがいた。長年にわたってアダツェガンリアは釣り人に、 人気の場であり、俳優のパブレ・ブイシッチも、この場所を好んだ。1988年に、彼が死去すると、島と本土をつなぐ、堤防道路に、彼の名をつける案が持ち上がったが実現せず、後に、ゼムンクの新しい区画アルティナの通りに、彼の名が付けられた。1967年に堤防が築かれて、島が本土と結ばれ、1971年に、 カヤックのチャンピオンシップが開催されると、各種のスポーツ大会が開かれるようになると、この地には、スポーツ施設などが整えられるようになり、市民のレクリエーションのバイト姿を変えていった。1980年代になると、音楽とエンターテインメントのショー、アダの夏が模様されて、セルビア国営放送によって生中継され、アダの人気は、さらに高まっていった。 現在の足立岩流屋は中華里作が運営する公営企業 JP やンライジャによって管理されており、レクリエーション地区や砂箱の浜が維持されている。この企業は足立岩流屋の清掃や固定の物手入れをはじめとする管理業務、安全維持などの責任を負っている。島は公有となっているが、公共セクションのみが独占的に島を使用しているわけではなく、 ゴルフ場などのレクリエーション施設やビジネス施設を運営する私、企業も多数ある。足立岩リアのビーチ。対岸の牧師地区は森林に覆われている。湖畔には高い監視塔や多数の監視台があり、安全管理がなされている。そのうちの一つは入り口部分でホテル家ゼロが営業している。島の東端の側には多数の橋気や水上小屋が固定されており、 ベオグラード市民が都会の喧騒を避けて豊かな自然の中で週末を過ごすために利用されている。他にも多くの市民が釣りやピクニックなどであだを訪れている。ビーチからはベオグラード中心部を見渡すことができ、夕日が美しい。ウォータースキー島はベオグラードのスポーツ活動の中心地として整備が進められている。あだちガンリには 数多くのスポーツ施設が整備されている。アダツガンリアでは、これまでに、数多くの地域的、国際的なボート競技やカヤックなど、ウォータースポーツの大会が行われてきた。島のゴルフ場はセルビアで最も古い部類のものであり、後にクラブハウス、ゴルフ用品店、ゴルフスクールや練習場も設けられた。セルビアゴルフ協会は、当初から一貫してこのゴルフ場に本部を置いている。 島には、ボート競技クラブがあり、VK パルティザン、VK ツルベナズベズダ、VK グラフィチャルなどのクラブがある。セーリングのスクールと、クラブもあり、関連施設も整えられている。ラウンジ芸術作品アダツガンリアは、ベオグラードのナイトライフの一大拠点であり、一帯には70を超えるレストランやバー、カフェ、カフェシネマがある。菓子には、水上小屋があり、レストラン等が営業している。 噴水とライトアップによる昭和田の特筆すべきランドマークの一つに噴水があり、レマンコのジェドを元にして作られている。あだの噴水は1996年に設置され、ジェド同様に140メートルの高さがある。噴水は凍結や強風などの時以外は、昼間は年中稼働している。春から秋にかけては夕刻にも稼働しており、ライトアップされる。夏の間は、 彩り鮮やかなレーザーによるライトアップがなされる。島の東端には彫刻作品が展示されている。このほか児童劇場やロビンソン・クルーソーをテーマとした展示もある。航空機から見た足立ンリア堤防上に築かれた道路によって、島へは陸路で立ち入ることができる。GSP ベオグラードが運営する数多くのバス路線が島の東側の入り口の近くを通っている。 また、路面電車の路線からも近い。アダの訪問者の増加に対応して、GSP ベオグラードは、季節限定で、市内各地からアダへの臨時バスを走らせている。2008年には、ベオグラード中心部及びビリコバツ、ゼムン及びブロコビ、コニャルニク、ミリエボ、ベジャニースカコサ及びノビベオグラードなどからの臨時バス路線が運行された。市内の貸しからアダまでを結ぶ。 フェリー路線もある。2008年にはボートによる公共交通実験が始まり、ノビビオグラードのブロック44とアダツェガンディアを結ぶ路線が開設された。また、域内には観光列車と呼ばれる巡回する電気自動車のバスが運行している。島の東端、チュカリツァ湾に面した地区には観光用のマリーナがあり、その拡張、常設化の計画もある。 鯖バ湖内でのモーターボートの使用や、島での自動車の使用は禁じられている。島から陸続きになっている、牧主地区には広大な駐車場が整備されている。詳細は、あだ橋を、参照建設中のあだ橋サ川を渡る新しい、シャバリ橋の建設が2008年から始まっている。あだ橋と呼ばれる、この橋は、足立ちガンリーヤの東端を通る予定であり、その高さ、 大きさから、アダの新しいランドマークとなると期待されている。中央の塔の高さは200メートルであり、多数のケーブルによって橋桁を支持するようになっている。島の上を通る橋桁には、ライトレールの駅が設けられ、島とを結ぶエレベーターが設けられる予定である。アダ・だ津ンリアが、レクリエーションの場として人気が高まるにつれ、その重要性についての認識は変化していった。 1980年代の経済危機と、それに続く1990年代の戦乱の時代、経済的に困窮した多くの人々にとって、唯一のレクリエーションの場であったアダは、必要悪と見られていた。アダへの立ち入りは無料であり、あまりに多くの人々が押し寄せ、衛生状態は悪化し、救護施設もなかった。2000年代に入り、状況が好転すると、アダツイガンリエは、 十分にメンテナンスされるようになり、必要な設備、商業、レクリエーション用施設が整備された。さらに新しいスポーツ施設もできて、あだは、ベオグラード市民、特に若者たちのレクリエーションの場として、十分に機能するようになった。ありがとうございます。